多分もう始まってるかな。あ、始まった。うん。一人にお返し。よいしょ。ライブ配信中になっておりますので、多分。どっかな、来てるかな。あ、来てる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 。うん。来ましたね。はい。じゃあ、私は、あ、そうだ、ここ。音とか大丈夫ですよね。皆さんに聞きながらやるスタイルで。あ、はい。両方来ましたっていうコメントいただいたんで。はい、どうも、どうもどうも。はい、ありがとうございます。放送楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。私今ちょっと位置がずれてるので映ってないんですけど、今日はまあ1時間催眠を楽しみましょうみたいな感じに。奥の人もトランス入ってないなるほどそうですね、まあちょっと疲れてるので夜も遅いので、はい、ありがとうございます。まあ1時間放送しますんで、とりあえずよろしくお願いします。で、ちょっと待ってくださいね。何？楽しみで夜10時間しか寝れませんでした。あ、よく寝れましたね、よかったですね。これ追ってると話が話があれなので、ちょくちょく、よいしょ。はい、ちょっと自分の状態がわからないんで放送するんですけども、なんとか200回、あ、これあれか、なんとか200回放送することが、達成することができました。で、移動が大変なの。こんな感じでガチャガチャ放送するんですけども、今日は、ちょっとコメントがやっぱ拾えなさそうなんですけど、今日は、まあ去年の冬に公開した催眠誘導記録01の DVD があるんですけど、その時に撮影をお願いしたお二方なんですが、まあ、0203とありまして、で、なんかまだこちらは撮ってないんですけども、今後撮るかどうかもちょっと分かんないんですが、今回はなんかこれをこんな感じで、その01撮った時ってこういう感じで、僕がカメラをこう他になくてカメラを構えて移動してくださいみたいな感じで、こういうふうにやってくださいみたいな感じでこう指示しながらやってたんですけど、それを今回生でやってみようじゃないかみたいな感じの放送でございます。まあ、こんなことを考えつくのも、まあ、皆さんが日頃から僕のことを変態変態と言ってるからこそのこの頑張りだと思って、ちょっとまあ生放送なのでグダグダだと思うんですけど、相変わらず1時間はほぼほぼ催眠誘導でお楽しみいただきたいなと思ってますので、よろしくお願いしますという感じでございます。で、こうですね、こちらですね、はい、こちらがなかなかレアなものになってますので、はい、という感じなんですけども、で、モデルさん2人の紹介とかもあえてしなくていいのかしら、まあいいか、はい、まあ、早速始めましょうか、はい、ちょっとコメント拾いたいりしますね。よいしょ。右の人スピードライト持ってる、はい、映像販売してないの、はい、販路がちょっと条件とか確率できなくて大変なんですが、通販番組になってる、はい、そんな、確かに言われるとそうかもしれないねこのフラッシュ、日清のフラッシュみたいな感じのヒーリング的な感じですか。うん、まあなんかいろいろやってみようと思うので、リクエストどんどんてかさ、あ、YouTube の方、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。はい、43人が視聴中、すごい多いかも、YouTube 超えましたね、さすがですね、ありがとうございます。はい、で、左の方はいつもおなじみの方なんですけど、まあ、ぐったりするのがお好きな方なので、こういう状態でやらせていただきますので、で、まあ、何は各にも、いい脱力感、はい、年に一度のビッグイベント、そうですね、ぴょんちゃんも終わったからね、はい、そういう感じに。行きましょうかね。あ、すごい、一眼なんですけど、こっちに右にピント合わせたり左奥にピント合わせたりすると微妙に変わりますね。細かいですね、相変わらず催眠ブログみたいな感じなんですけど、いいですね。もうちょっと、まあ、いっか、はい、いいや。
じゃあとりあえずまず僕が誘導する感じにしてみますね。一応あのただもう彼女たちもその一回撮影を体験したりとか、まあ、あとは、まあ、僕の催眠をよく見ていただく機会も多いので、まあなんかほぼほぼ慣れてるというところはあるんですが、改めて一回ちょっと誘導させてもらいます。ただ誘導といってもそんなに何でしょうね、なんか催眠術っぽい誘導の方がいいのかな、どうですかね。とあんまりなんか僕の言う催眠術っぽいってないんですよね。そうね、よくわかんないよね。なんかこうさ、業種法とかやってみましょうか。あんまりいつもだと目つぶってもらって息吸って吐いて吸うと力抜いて、もう一回息吸って吐いて吸うと力抜いて、意味は右の肩の力抜けますけどね。そうするとそうまずこっちの首の肩の力が抜けるんですけども、でも意外とこっちに力が入ってるんで、こっちもスーッと抜けると今で楽になりますよっていう感じですね。はい、顔が映らないね。はい、しょうがないね、これ髪の毛があるね。ちょっとじゃあ、まゆみさんこう髪の毛をやりたい。あ、自分でやるっていうね。自分でやる。はい、じゃあ、帰ってこないぐらいにしちゃった方がいいかもしれないので、じっと見ていただいて、そのまま、目を開けたままそのまま力の強制にふわっと近づきます。ふわっと近づきます。で、言っときますけど、僕が誘導しているターンは僕はカメラ動かせないので、カメラ動かさないんですけど、後で お互いに誘導した時は僕目線のカメラ視点になるので、カメラがめちゃくちゃ動きます。はい、それをちょっとお楽しみいただきたいなという。まあ、遠くからこれできるのもなかなかね、こう景色としては素晴らしいのかなと思うんですけどね。はい、自分でやったサービス精神、そうですね。催眠興味あって見に来ました。 ありがとうございます。 YouTube の方ありがとうございます。そうか、はい、なんかテレビでやってるのはそのなんかこう派手な小催眠、ドッカンドッカンこの人とかもなんかなんだろうな、わさびここから入れますみたいな感じで、辛くないみたいな感じではないじゃないんですけども、ただでもなんかこうさ、あの、まあ、そういうのはテレビでやってるからいいかなと思っていて、なんかこう催眠状態って結構その今こう力抜けてる感じなんですけど、結構こうリラックスしてるというか、なんかこうまあ意外と普段で人間で力入れてるので、なんていうのかな、そういうところが抜けてるんだなって実感とかを結構得ることができるんです。今もこうちょっとふくって触れただけでこの辺にそのなんかこうこの辺が力入ってんだなって自分で気づいて、でそれでふってこう反応するように力が抜けていったんですけども、まあほんのちょっとなんですけどね。そういう感じのなんつうんですかね、ふわふわ催眠60分ですね。通販番組じゃないので後で物は出てこないんですけど、はい、といった状態ですね。で人によってその催眠の反応とかも違うので、あとはそのね、なんだろうな、同じ言葉でも反応とかが違ったりするので、まあ2人いらっしゃると結構自分印象が違うのかなっていうふうな感じだと思うんですけども、どうしましょうね。ちょっとじゃあレンズ見てもらっていいですか。じっと目つぶってもらって、で息を吸って、さっきの感覚を思い出してみて、そうその感じですね。パクトに思いっきり力抜きましょう。そうですね。そうか。で、まあこれで同じ状態になりましたという感じですね。要は最初にちょっとこう力を抜いてゆっくり呼吸をしている状態なんですけど、ただゆっくり呼吸をしている状態なんちゃ、ただゆっくり呼吸をしている状態なんですけども。なんていうのかな、意外と自分でゆっくり呼吸をするとか、ゆっくり自分が呼吸してるとか、ゆっくり自分がそう咳込んじゃいましたけど大丈夫、無理しないで、ね、ちょっと乾燥しているんで、まああんまりその自分がリラックスしてるなとか、力抜けてるなとか、こんなとこにも力入ってたんだなとか、意外とこんなとこ疲れてんだなみたいなことって意外と自分で分かってるで分かんない、そういうことに結構気づけるとかあったりするので、なんかそれも催眠の一つのその楽しみ方というか、なんていうかっていう感じなんですかね。ちょっと待ってね、そうなんですよ。すると、よいしょ。というか、二人とも髪型が似てるというか、ね、
不思議な状態なんですけど、でそれで例えばなんですけど、僕がいいですか、お二人に話しかけますね、いいですってゆっくり歩いてスーッとそのまま近づいてください。でその状態のままいいですか、僕がですね、僕が手に、まあ、肩に手を触れます。そうするとその触れた肩がなんとなく軽くなる感じになります。イメージしてください、軽くなるってイメージ、軽いって文字をイメージしておくといいと思うんですけど、イメージしてください。で息吸って吐いて、で息吸うとふわっとこの辺が軽くなる感じになっていきます。でこの辺だけ軽くなっちゃうとあれなので、この辺も軽くなりますよ、ね、あとそこの辺も軽くなります、ふわっと。でこの辺もせーのふわっと軽くなります、ふわっと軽くなります、そうふわっと軽くなります、ふわっと軽くなります。で僕はもうちょっと引っ張るともうちょっと軽くなります、いいですか、ふわっと、そうそう軽くなるイメージしてます。軽いっていうか引っ張られるというか、なんというかっていう感じですね。で、なんとなく今お互いの存在感あると思うんですけど、そのふわっとしてる手で、じゃあまなみさんが、まなみさんの手をギュッと握ってもらっていいですか、ギュッと握って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 、息吸って、で吐いた瞬間に一気にまなみさんの手の力抜けますよ、せーの、ストン。これ今面白い状態だったと思うんですけど、まなみさんの力が抜けますよっていう感じが、そのグッと握ってたものがグッてなったんですね、まなみさんの手がね、まずなったんですけど、その抜けたって感覚がかなみさんの方に、こちらの方の方に先に伝わって、で僕のイメージでは一瞬落ちるかなと思ったんですけど、彼女の方は先にストンと落ちたんですね。でそれをまなみさんが多分察して感じ取って、あ、ちょっとガバッと抜けちゃったから私どうしようみたいな感じでちょっとピクってなったんですね。これで一緒に、その一緒じゃなくて、ちょっとこう今降りるのにちょっとこう何ですか、ここにちょっと力が入ってる感がありましたっていうのが、なんとなく細かいんですけどあるかなと思います。もう一回やってみましょうか、ちょっと待ってくださいね。今度はちょっとなので、いいですね、せーの、ふわで軽くなりますよね、そう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 、で軽く握ってみてください。で一旦一回練習しましょう、力抜けましょう、せーの、ストン、そうそうそう、その状態で多分もう二人でドバンって下まで行っちゃっても、そんなに邪魔にはならないと思うので、痛くなったりもしないと思うので、一旦そのまま、じゃあいいですか、もう一回いいですか、軽くなりますよ、ふわっと、もう一回抜けて、せーの、ふわっと軽くなる、ふわっと軽くなる、ふわっと軽くなる、でちょっとまなみさん、くって握ってみて、でこの力入ってる感じがすごい力入ってますね、これ取ってあげたいんだけど、後でお見せしますね、いきますよ、せーの、ストンって抜ける、ドバンと抜けるですね。これは僕がイメージしていた催眠を、催眠現象が現れたって感じなんですけど、だから意外とそのなんとか同じ言葉でも反応は違うし、同じタイミングでも何だろう、こう状況によって起こることが違うよねみたいな感じですね。オフ。じゃあ一旦3つ数えると気持ちよくすっきり発見目覚めます。3、2、1、はい、ありがとうございます。気持ち良さそう、ありがとうございます、はい、すごい、ニコ生25人、YouTube 何59人とかだからもう7、80人見ております、はい、ありがとうございます。すごく伝染する催眠っていう感じになってますね。脱力もですけど逆に硬直、ああ催眠かけてるときは表情の変化が大事ですね。あ、おお、浮いてる浮いてる。カメラマンさん頑張ってって、はい、すいません、はい、もう無理やり頼んでるんで、はい、あ、初めて見て興味あって見てもらった人がすごいっていう感想を YouTube でいただきました。ありがとうございます。
すごいのはもうこちらのお二方なのでっていう感じですね。で、ちょっと一瞬だけ。じゃあ A さんさ、この時にさ、ちょっとさ、あのタッチで真鍋さんの顔をタッチしたの、ピントがうまく合うと。そう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 、皆さん OK です。で、今は脱力でしたよね。息を吸ってそれを吐くと力が抜けるよねの脱力でしたという感じですね。で、こんだけダランと抜けておりますダランと抜けているんですね。抜けておりますという感じですね。で、眠ってスーッと力が抜ける、これが脱力状態ですね。でもただちょっと首つらそうですよね。だからあんまりこの状態って長くしない方がいいかなと思うんですけど、これを極端にこれ今僕ここで支えてるんですけど、これほっとくとストーンと不安ってなっちゃうので、こうするとそのなんていうんですかね、ちょっと息苦しいですよね、息吸ってるのは。でそういう時はこう催眠行動だな、そういうことで息吸ってるのはこの方が楽ですよね。楽な状態があった方がいいですよね。これが力が抜けている状態。ちょっと花見さん、ちょっと腕とか触ってもらいたいんですけど、彼女のし、まあそうすごい、すごい投げたわけじゃない、背負い投げみたいな感じだけども、今あと意識はありますよね。別に普通に起きてるから、ね、目を開けて、あ、目の背にきそうにピカチュウ、ピカチュウだ、うん、そうこれが力が抜けてる状態という状態で、ちょっとまなみさん、ね、もうちょっとこっち、そうです、こっちも回って、で今度は逆に、でまっすぐ伸ばしてもらって、ちょっとこうしてもらっていいですか。そうだね。でちょっとグッと、そんなに強く握らなくていいけどって言わないと、やっぱりね、際限なく強く握っちゃう人がいるので、僕はちょっと抑えめに言うんですよ。でちょっと硬くなりますよ、カチッと。そしたら結構硬くなるんですよね、この抜けてる感じと。でもここもちょっともうすでに硬くなっているという状態なんですけど、で、面前を見ていいですか。その体固まりますよ、カチッと固まる。で、ここまた細かいんですけど、今ここ固まりました。で、意識が固まりました。で、その時に、じゃあ体全部がじゃあ固まったのかっていうと、まあそういう人もいます。そういう話をする人もいるんですけど、僕はそれ以外に納得してなくて、こうしてあげるともうちょっとカチッと固まりますよっていうか、固まるってイメージは。こうするカチッってすることでなんかふわっと広がるんですね。でそうしてあげると、その要はさっきここはちょっと若干緩かったんだけど、でももうこうすることでカチッと固まるみたいな感じの状態が起こりえるんですね、って感じですね。そうそうそう。で固まるってことは、今力入ってるってことは力を抜けば抜けますよね、ということをちょっと分かって、知ってもらいたいんですけど、息吸ってみてもいいですか。さっき腕ふわっと上げた感覚がありましたから、思い出してもらって、でそのままいいです。レンズ見つめながら、そのままスーッと近くに行って、水風邪の時も3みたいな、ちょっと姿勢がつらいみたいな、要は力を入れてた方がなりますよね。普通にこうこの状態からふにゃっとなるよりはね、感じで。ごめんね、カメラマンさん、ごめん、ね、今日カメラマンさん A さんです、はいはい、A さんで撮ります。で彼女はその力、もう寝言いきますけど、彼女は力が入らなくなりますよって言った時に、もうほぼ入らない状態まで行く感覚をつかめているので、まあ、彼女もつかめているんですけど、向かいやすいんですけど、そうじゃない方にとってはちょっとこう緩急があった方が、力が抜けてる、力が入ってる状態からこう力が抜けてる状態を知ってもらった方が、あ、抜けてるなって分かるんで、そのだんだんこっちの状態に近づきやすいみたいな感じですね。一回起きますよ、3分の1、はい、おはようございます、うん、だから彼女の場合もいいね、ここからちょっとグッて見て、うん、こう指見てもらって、そうこんな辺かな、いいですよ、硬くなりますよ、硬くなります、ちょっと硬くなるイメージって一瞬僕も硬くなってるんですよ。なんかそのなんだろうな、そうね、ふひっと硬くなるんですよ。
で僕の硬いイメージをこれってこういう感じだよねって言ってそれぞれ伝わる共有するんですけど、でこの状態から彼女が弛緩した時は多分ここ今この想定だとここからここまで力が抜けてしまうとここにガツンと当たってしまった危ないかもしれないなみたいな感じだからで、だっていうのもあるし彼女は力はすごい抜けるので要は前に倒れてしまったらこっちをサポートしながらこっちサポートするのはちょっと大変だなみたいなのがあったりするのでいきますよ息吸って一気に寝る性の面と僕もね腕が3本ぐらいあればもうちょっといろいろできるんですけど2本しかないのでこういうふうにちょっとうまくサポートしながらやるということで、やっぱりサポートできないっていうかなんだろうなうまくいかないとそのね要は首とか首って無理やり痛いのになんか生だから頑張んなきゃみたいな感じでなっちゃうとやっぱりそのね入りも浅くなってしまうしこんなに抜けないと思うんですよね、うん、という感じでございます。で、はい、もう20分経ってた。早い。3分の1が終わりました、はい、すごいってありがとうございます。あ、すごい、はい、すごくいい。 YouTube の方が画質いいんだもん。 YouTube だいぶ綺麗ですね。遅れてるけど、はい、YouTube の方がすごい。そうですね、 YouTube の方が遅れが多いですね、はい。うん、リコナはね、2人とも非暗示性高い、羨ましい、はい、硬直の間は意識なかったんですか、それともタイムストップって形で言わないと意識はあるんでしょうか。人によったりしますよね。特に暗示を入れなくても時間が止まりますよ、YouTube の一時停止ボタンをイメージしてくださいって言ったらその人がどう解釈するかでピタッと飛ぶ人もいるし、今はその硬くなりますよって言ったのでなんだろうな、多分覚えていると思います。そう、今次のコメントありますけど、暗示の内容とその人の反解釈次第だと思いますね。定期的にやってほしい無理ですね頑張んなきゃね、はい、うん、スタジオ借りてモデルさん用意してみたいなね、機材レンタルしてみたいな感じのことがね、クラウドファンディングドラブッスみたいな、はい。で、ここからはちょっと、まあ、試しに、まあ、ちょっとライブでやったことないからどうなるか分かんないんですけど、お互いに誘導してもらおうかなと思います、はい、なので一貫置きますよ、3人、はい、おはようございます、はい、ごめんなさい、はい、ちゃんと首も叩いてもらってみますかね、すごいね、お互い向き合って、はい、すごい、面白い、光景がすごいな、はい。でここからはちょっとカメラをちょっとカメラそのなんだろうな、本当にもう三脚ごと動かすんでガチャガチャこうやって動くんですけれども、はい、なんかまあ細かく撮りましょうやって感じですね、はい、よいしょ例えばこれでね、さっきも同じことやった、多分これで全部印象違ってくると思うんですよね。だからこうでしょ、こうですよね、見つめて、あ、レンズは見つめてね、じっと見つめて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 、レンズの真ん中見つめてください、レンズの真ん中見つめてください。で、どうしようかな、体が揺れる感覚ありますね、若干ね。その感覚が目にも行きますよ。目もちょっと揺れ始めますよ。目もちょっと揺れ始めます。まばたきはして大丈夫だけど、目もちょっと揺れ始めます。ドローンとして。このまま眠ってはなんか心地よさそうですよね。なんか寝る前の感じでね。眠ってみましょうか。ゆっくりでいいですよ。ゆっくりゆっくりだけでちょっとたまにふわっとする。で、よいしょ。こんな感じですね。
目がとろんとしてくるのかな、どうされる、わっと一目を閉じました、はい、お互いにどうして過ごしたんですね、はい、まあ、僕はやっちゃうんですね、そうそう、脱力してるね、感じがね、なかなかね、伝わりやすいですよ、はい、で、あれかな、さっきの硬直とかも、例えば、今、体はふわっとして頭の中がいい、いいですか、ちょっと見てもらえると分かりやすいので、もうちょっと分かりやすくしようか、よいしょ、寄っちゃって、よいしょと、よいしょ、あ、なんかこう切ない、切ない光景ですね。いいですね。って言いながら前撮影してました。よいしょ。はい、そうそうそう、レンズ見てて、レンズをこの辺見てた方がいいかな。この辺見てて、この辺この辺この辺。そう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 。一瞬目が起きないんですよ。まぶたが大きく開きます。ポッとこういう感じで開きます。そう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 、じーっと見つめて。で、この辺もじーっと見つめて。この辺じーっと見つめて。この辺じーっと見つめて。で、このマイクと右手がなんとなくつながります。いいですか？そう、なんとなくレンズと手が、ちょっとレンズに、レンズじゃねえ、マイクに手が引っ張られますよ、行きますよ、こことここがつながります、でスーッと引っ張られる感じ、引っ張られる感じ、引っ張られる感じ、もっと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 引っ張られる感じ、そうそうそう、そんな感じですね、すごい光景だ、よいしょ、よいしょ、レンズがふわーっと外、手に引っ張られる感じ、この辺とかは特に紐でスーッと引っ張られてる感じ、そうですね、ずっと引っ張られていって、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 いいですか、僕が3つ数えると、マイクと手の紐の糸が切れますよ、3、2、1、ふわっと、だらんと、もう目がちょっと白くなっちゃいましたけども、はい、このぐらい、抜ける感じでございますね。はい、眠くなってくる、はい、すみません、マニキュアいいよ、マニキュアいいよ、マニキュアで言うとあれなんですよ、催眠状態の人がタイプなんですけど、ね、こちらはこちらは違うよという、ね、ちょっとオットアイ風という感じなんですけど、ね、でこれ今別に力が入ってないんですよ、だから結構この辺が、ね、ゆるゆるなんですよ、ね、もっと言って30分経っちゃいますね、3つ数えると、催眠状態に入る楽しさっていうのがあると思うんですけども、それを相手に伝えるっていうことにちょっと喜びを感じちゃいます、まあ、R は誘導しててこう楽しそうに誘導しててこの人本当好きなんだなみたいな感じの状態にあなたがなります、いいですか、そうすると結構いろいろ体験してると思うし、色の作品もあなた出てもらってるので、まあいろんなことをこう普段そんなに積極的じゃないかもしれないですけど、ちょっと今積極的になりますっていうか、積極的になるというか催眠誘導をするってことに対しての好奇心がこの辺にストンと生まれて、この辺に好奇心が生まれるとこの辺がちょっとふわっと盛り上がる感じですよねっていう感じになります、いいですか、まあ緊張すると思うんですけども、ちょっと意外と好奇心が芽生えちゃいます、見つかずれておきますよ、3日はいと、よいしょ、スッといきますと、はい、そう、これ1時間すぐ終わりそうですね、本当ですね、もう30分本当すごいしか言えないです、ありがとうございます、あの催眠ブログというブログやってます、はい、そこ宣伝してどうする感じなんですけども、よいしょ、でじゃあ、今の状況というのはすごいですね、本当に生なので状況説明しながらなんですけど、かなめさんに、催眠誘導をすることに対してすごい好奇心を持つということを、まあ、共有しました。で、彼女は彼女なりにそれを、まあ、受け取ったんじゃないのかなっていうか、まあ、こういう展開になるだろうなぐらいは考えてたし、まあ、事前にもちろんお話ししてたので、心構えはあったので、それをちょっと加速する感じですね。はい。だから、僕のその催眠誘導の地味なところが、ほら、もっと盛り上がる、もっと盛り上がるとかやらないところなのかもしれないですけど、そこは我慢してください。で、今それを横に座っていたまなみさんがいらっしゃいます。なので、今度はまなみさんが、こうなんですね。
ていうわけで、すごいな本当にこのなんか謎のビデオ作品みたいになってしまいましたけど、さっき話したんですよね、今日どこから来たのって、ね、話会話を始めてしまうとそうちょっとね違う上場を目指してる会社みたいな作品になっちゃうかもしれないので、そこでは扱ってないのでうちの作品は、はい、一応あの全年齢向けでございますけど、はい、ただ女性の出現率が 100% というただそれでございますね。という、アナミさんが今聞いてたので、でまあ私なんだろうなっていうのは、ね、カメラ A さんじゃないよなっていうのは分かってると思うので、彼女にも、まあ、伝えてたことにもなるんですよね。まあ、マインドで一応その僕の考え方とを基準に、かなみさんとまなみさんで3人で共有している状態という感じなんですよね。で、まあ、これでもっと盛り上がって、もっと盛り上がってしなくても、うちの方でちょっとモクモクしている部分があるので、じゃ あどうしようかな、指輪を見てもらってもこう。まなみさんがそうですね、指をじっと見つめてもらって。でその時にさっき金田さん自分で体験して分かったと思うんですけど、力を抜けるとた時に、金田さんその左手だと彼女をそう、うまく支えられないから、ある程度そのぐらいした方がで、そうするとほらなんだろう、真奈美さんもさっきキョロキョロしてたけど、ちゃんとあ集中してもいいんだなこれだとねっていう感じになりましたよね。じっと見つめてもらって、で意外と今 指動かしてたんですけど、そんなにね、いっぱい動かさなくて、見てもらっていいですか。これはいいんですよ。要は、そう、あんまり動かすと、ちょっと動かしたらでも、結構目は動いちゃうんで、そう。今僕隠れてた？大丈夫だったかな？ね。こんな感じなんですけど。で、息吸って、吐いて、そう。そう今ちょっと耐えてる感じですよね。でこれでもっとその力が抜けてる感じとか、その催眠状態に入る感じが、おーっと説明してる途中で入っちゃったね、ごめんなさい入っちゃいましたね。この時顔が隠れちゃうと表情が分からなくなる。そう分からなくなりますよね。だから普通でも分かんなくてもいいんですよね、別にこれで映ってるからね。だからこういう風にした方が分かりやすいですよね、はい、すごい光景ですね。すごい光景なんですが、はい、意外と眠ってって言ってこうやって後ろになってる時ってこういう状態だったりするんですよねすごいユリな光景なんでございますけれども、はい、ちゃんとでもなんだろうな、ここで分かってほしいのは、まあ、かなめさんは別に催眠術師でもないのであれなんですけど、結構頑張って全力で支えているこの後ろとかの腕がもう半分潰れてるんじゃないかみたいな感じなんですけど、そういう感じが伝わるかなと思います。で、どうしようかな。患者さん多分腕抜いても大丈夫だと思うんだけど、抜けるかな、うん、抜きにくいか、うん、よいしょ、うん、ってなってますよね。で、その状態でいいですか。じゃあ、まなみさんはまた再びどうしようかな、意識はそのふわふわのままでいいので、白いままでいいので、ちょっとまぶただけ開いてもらっていいですか。スーッと開いてもらって、で要さん指出してもらっていい、じーっと見つめて、そうじーっと見つめて、じーっと見つめてで息吸って、一回練習で息吸って、吐いて、ゆっくり吐いて、息吸って、で今度息吐くときに鼻から息吸って、今度口から吐いてみてもらっていいですか。はあ、そうですね、もう一回いきますよ。吸って、はあ、そう。で、今度かなめさんが眠ってって言うと、その言葉を合図にかなめさんはまたふーっと近い深い眠りの世界に入りますよ。眠ったって大丈夫です。目の力がドロンと抜けて、スーッと抜きますよ。といった感じですね、はい、よいしょ。こうやってね、普通さんはこのぐらいの光景なので、ね、まあ、こういうのとこれでね、腕の力が抜けてる感じとかあったら分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、それとこういう視点でね捉えることってなかなかないと。どうしたんですか。腕軽くしてもらいます。じゃあ、うん、
多分腕軽くするのはまあいいか、はい、任せてみましょうか。かなさん僕よりちっちゃいから声がね。何をしたかというと、ごめんなさい、説明してあげてもらっていいですか。説明ですか、はい、どういう感じに。ふわっとして落としましたカメラ目線で言ってください。ふわっとさせてからストンと落としました。わかりました、ありがとうございます、はい、そう、なんかこうふわって聞こえてて、で指示しようかなと思ったら、いや、脱力力抜けますよ、弛緩が始まったから、すごい光景だったんですね、はいはい、ですね。じゃあ覚醒しましょうか。覚醒いや、起こしたことないもんね。そうなんです、はい、そうだよね受けるときは今インティス今こう力が抜けてる感じがあるので、多分意外ともう力が入ってるっちゃ入ってるんですよね。で、そっか、皆さん多分僕が見てる普段の光景っていうのももうちょっと見た方がいいのかもしれないですね。こういう感じですね。こういう感じでございます。で、いいですか、息吸って鼻から息吸って口から吐いてみて、ほら、なんか抜けてる感覚が伝わりますよね。僕にも伝わるし皆さんにも伝わると思うんですけど、これって、で、これはまなみさん自身も伝わるんですよね。口の力が抜けるってことは、お前の力がふわっと抜けてるっていうことでもあるので、意外と口って閉じるもんなんですよ。当たり前なんですよ、口閉じるのが礼儀正しいものだから。なんですけど、意外とその今の時間は抜けていいですよっていうのを確認するために、鼻から息吸って口からふーっと吐くと、そうみたいな感じにすると、意外といいですね。で、この状態だから、なんかこうイメージを共有する感じですよね。だから起きるっていうのも起きるっていうイメージを共有すればいいんですよね。だから、で、それは、オンとオフ、電源のオンとオフっていうのがあると思うんですけど、それと同じような感じで、3つ数えると気持ちよくすっきり吐き、起きますよ。3、2、1、はい、ゆっくり起きていいですよ。ゆっくり戻ってきていいですよ。ゆっくり戻ってきていいですよ。ゆっくり戻ってきて、おはようございます。まだぼんやりしてる感じがあるんですけどね。あると思うんですが、はい。まなみさんは体験会、催眠体験会に何回か、いらっしゃっていいんですけども、ある日突然覚醒したかのごとく最初はなんかこうあれなんですよね、なんだろう、こう催眠ってどういうことが起こるんだっていろいろ考えちゃうの、考えてて、その違いみたいなことをこう考えてて、で考えてると、なかなかね、僕が言ってる、じゃあ力抜けてくださいって言っても、抜けてるあ、この抜けてるってどんな感覚って考えちゃうからあれなんですけど、僕はそれは別にそれでそういう楽しみ方がいいかなと思うんですけど、ある日突然、自内を考えないでいいやという状態になってる方なんですけど、はい、まあ、それはどうでもいいんですけど、どうでもいいかないか、はい、細かい話なんですが、で今の感覚を、じゃあ今自分が感覚を、今度は皆さんにですね、やっていただきたいんですけども、僕は一番邪魔ですね、僕はね。カメラマンにすりますでございます。はい、で、どうしようかな。さっき今指見てもらったね。だから今度は、どうしようかな。腕を出してもらって、右腕で、どっちがいいか、左、ごめん、こっち左か。腕を出してもらって、で、あ、一回僕実例しますね。出してもらいます。グーしてもらっていいですか。サムアップっていうのをグーって引っ掛けてもらいます。じっと見つめてもらっていいですか。って見つめてもらいます。まあ、こういう姿勢か。で、見てますよね。集中してますよね。で、カメラマンさんごめんなさいね。で、催眠状態に入る彼女の感じは、なんか、まあ、後ろに入るのもあるんですけど、意外と前に倒れるのが好きなので、そのままこうやってストーン。ちょっと難しいかもしれないんですけどね。起きますよ、3時半。そんなに難しくないんですよね。で、撮影の時やってたのは、一回体験してもらうっていうことも意外とやってたんですよね。だから、ちょっと、まなみさんにばっかり誘導した感じになっちゃうんですけど、僕邪魔にならないかな。そして、こうですね、見てもらっちゃう。
ここ握ってるから意外とここ力入るじゃないですか。でそんなに強く握っちゃうと痛いんで、あれ握っちゃう、引っ張っちゃうと痛いんで、意外とストンとこのぐらいでいいんですよ。そうなんかピキッて動きますよ、ね、でそれでストンとやった時にこっちに相手にちょっと引っ張られる感じがね、意識が、そうここに意識が集中してるからここに意識がある感覚なんですけど、それをこうスーッとふわーっとふわーっとみたいな感じ、動きますよ、3、2、1、はいと、という感じでちょっと引っ張る、もうおいでみたいな感じで思い込む、ちょっとそんなに強くなくていいので引っ張った感じですね。それをちょっと、はい、無茶ぶりですけど、お前から、はい、やってみましょう。そう後ろの方と持ってあげて、もう行きますよって感じにしてあげて、で、左の手でちょっと手を握ってあげて、それをちょっと引っ張ったりかな、こうっつって、そうそうそう、そうするとほら分かる？抜けていく感じ。すごいことできた。はい。どっちがどっちの手だか分かんないな。3つ数えておきますよ、かなめさん、3日、はい、よいしょ。今引っ張った時に多分引っ張ったところの何ていうのかな、要はこう硬くなってたから、この辺が硬くなってたからグッてギュッて握るってことについてる、それでピッて引っ張ったらこの辺がちょっと、この辺からストンって抜ける感じが伝わりました、うん、そしたら、ここが緩んだらここも緩み始めるみたいな、連動近い部分が緩み始めるからこうなるから、それでちょっと引っ張ってあげると今みたいにこうするみたいな感じ、うん、なので、うんうんうん、起きようぜ、はい、はい、で一回ちょっと今の練習だと思って、まあ、もう一回練習でもいいんですけど、でその自分なりに解釈して、その、要は肩から抜けて首、背中あたりの力が抜け始めるのを、確認しつつ、抜けてるその要さんを自分の方にスーッと持ってきてあげるという、包み込んであげるみたいなイメージの方が分かりやすいかな。やってみましょうかな、はい、逆の手でもよかったけど、どっちが楽、どっちでも大丈夫、要さんはどっちがいい、両方気がします。歩み終わってもらって、あとちょっと握って、そう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 、あ、ごめんね、視聴者の皆さん見て喜んじゃったけど、はい、スーッとしますね。でもこの状態ってもう本当にそうですよね、すごい身を委ねてる感じがしますよね。で意外とこういうふうに力抜けると、今姿勢を見てもらうと分かるんですけども、左手がもう伸びきってませんかね、ストーンっつってね、だから意外とその何ていうのかな、本当に抜けているという感じですね。だからうまくこう支えて、あの体勢をこれで長時間この同じ状態っていうのは辛いんで、うまくちょっと体勢を後で支えればいいと思うんですけど、でよいしょ、なんだかな、これもうまく伝わればいいんですけど、今まなみさんがその何て言うかな、力抜けてる、こんだけ力抜けてる人を支えると、あんまりよっぽね、なんか飲み会で朝4時とかそういう世界じゃないのにこんななってるっていうのはあんまないっすよね、体験が、うん、でも結構まなみさんそんなに何だろうな、体軽いんですけど、やっぱり力抜けてる人ってちょっと重たい感じってなんとなく分かります、伝わります。ちょっとカメラ見てもらっていいですか。伝わります。なんか、はい。そうそう。結構重たいんですよね。うん、だからそのでそんだけその力が入ってないっていう状態なので、はい、ですかね。で起こすときは逆に今引っ張って吸って、そのなんていうのかな、なんていうのかな、カクンって抜けたじゃないですか。でその時に一瞬力入ってガクンって抜けたじゃないですか。だから今度は逆にその
ちょっとこう急に沿って動かすことによってちょっとピクって体が自然に反応するじゃないですか。それを利用して起きますよ321ピクってやってあげると、まあ体がピクッとなりますよね、うん、まさに擬音が多くて皆さんなのでちょっとやってみましょう。だから右腕かな、右腕をあげる、そっちか、そっちの手を肩に添えてあげて、で3つ数えると起きますよ、数えると起きますよ321、はい、そんな感じですね、はい、という、うん、あ、そうです、はい、すごく斜めになってる、うん、五催眠とか暗示発動とかどうですか。じゃあタイムストップと五催眠と、五催眠キーワードでの暗示発動ですね。なんかあるかな、なんかありますかね、うん、ここで皆さんに暗示まあいいかと言わないと思います。そうですね、じゃあ基本的になんか、まあ、あまりタイムストップも、ね、やるとして、じゃあどうしようかな、時間が止まるっていうイメージしてもらっていいですか。ありますよね、時間が止まる、まあなんだろうな、写真とかね、時間が止まってるイメージで写真とか、あとはまあさっき言った YouTube の一時停止とかで、一時停止してる時ってそのなんていうのかな、その秒そのコマで止まってるから時間がループしてるというか、その状態でピタッと視界も何も一時停止しますっていう感覚をイメージしてもらうといいんですけど、大丈夫？大丈夫だね。はい。ちょっと A さんがちょっと今ふわふわしてるから大丈夫だ。大丈夫だ。必死に否定してますけど、さっき再利用しました。もうちょっとイメージしてもらって、じゃあどうしようかな。じゃあ残るままに時間ないので、どうしようかな。ってね。じっと見つめて、じっと見つめて、じっと見つめて、じっと見つめて。じゃあここでアンケートを取ります。どちらかの顔にピント合わせてればいいかな。じっと見つめて、じっと見つめて。これで両方とも映ってるよね。じっと見つめて、じっと見つめて、じっと見つめて。催眠状態にまず入るかもしれない。じっと見つめて、入るかもしれないみたいなことをイメージしててください。イメージしてみてください。で、隣の人どうしますよね。で隣の人も入ってしまうんじゃないかなみたいな感じであると思うんですよね。さあ、どちらが先に催眠状態にふわっと入りますかね。催眠状態に入りやすくなるのはこういう感じ、なんかふわふわって感じのイメージしてもらう、ふわっとした感じにしてもらうと、ふわっとした感じにしてもらうとイメージしやすいと思うんですけど、ふわっとした感じにイメージしやすいと思うんですけど、催眠の体勢にそうですよね。じゃあ同じ状況に振りますよ、肩を振りますよ、でもちょっと頑張ってみてください。ふわっとしてみたいな、なるべく力を入れないようにしてみてください。僕が指外してもふわっとどこを見るわけでもない状態です。どっちが先に入るかな、お互い競ってみましょう。せーの、すごいシンクロ率ですね。ほぼ同着でしたね。はい、鼻差だったと思います。僕の見立てでは、こちらかな、真鍋さんかな、が、0.5 秒ぐらい早かったと思います。で、せっかくなんで、ここからじゃあ、五催眠というものを入れています。先ほどイメージしていただいた、一時停止の社会。今、多分、指をじっと見つめてもらってたときに、なんかこう、時間の感覚っていうのがちょっとよく分かんなかったと思うんですけども、そんなイメージです。で、お互いの右手を握るとお互いがその触った方が触れた方がの時間が止まります。それが一時停止のトリガーのボタンになります。でもう一回キュッて握ってあげると再生ボタンになります。どういうことかというと、よいしょ、
よいしょ。どういうことかというと、右腕のこうに触れると、ふって触れると、あなたの体はそういうままで硬くなります。で、ふって触れると時間が流れます。そう、その状態ですね。ちょっと椅子を置きますね。よいしょ。皆さんも行きますよ。この状態でふって触れると時間が止めます。その状態ですね。この状態です。体が硬くなって硬直します。体が硬くなって硬直するイコール時間が止まっているから、すればあなたが静止画の状態になっている状態ですね。で、もう一回行くと静止画から動画に見えますと。で、それがお互いの手を触るとオンオフができます。ちょっとこの誘導ちょっと不思議なんで、分かったら軽くなぜると、その今の言葉暗示がスーッと頭の下に入ってきますよ。さらに入っていって、今言われた言葉なんとなくおぼろげにしか覚えていません。まあ忘れちゃってもいいです。っていうか意外と忘れちゃいます。ストンって忘れちゃいますね。なんですけど、なぜか必ずそうなります。いいですね。触るときは左手で右手を触ったりで、ね、右手同士だとお互い止まっちゃうからね。はい、というわけで3つ数えると気持ちよくすっきりはっきり目が覚めます。そしてここの再生ボタンがとっても強い状態になって目が覚めます。1つ2つ3つ、はい、おはようございます。ゆっくりボーッと起きたり必要があります。よいしょ、という状態でございますね。で、なんか喋り方が変になってきたんですけど、私も1時間疲れるね。はい、じゃあ、まあ、なんだろうな、あやさん左手を、どうしようかな、かなめさんの膝の上に置いてもらっていいですか。よいしょ。で、猫かなと。で、アナメさんは、右手を、じゃちょっとレンズの方に向けてもらっていいですか。そう、指、そうそうそう、そうですね。こんな感じですね。うん、で、じゃあ、アナメさんはその膝に乗せた手を、アナメさんの右手に触れてあげてもらっていいですか。左手で。左手で、そうですね。キュッて握ってあげる。カチッて握ってあげる。わかりました、今、硬くなった感じって。ちょっと話してもらっていいですか。そうそうそう。で、こういう時に意外と一時停止なので、マネキンみたいなイメージかなって喋ってると、マネキンっていう言葉が花見さんの頭の中にこう繰り返し入るので、ちょっと首とかをカメラに動かしてもらっていいですか。人形を動かすようにこういう位置調整するようにカチッとカチッと、そうカチッと固まりますよ。そうそんな感じですね。腕も動きますよ。カチッと固まる、そんな感じ、はい、固まりますね。遊んでる。いい感じで遊んでおりますね。はい。グワシ。はい。じゃあ、そのグワシをじゃあ両、こっちのカメラの方に向けてあげていいですか。もっと伸ばしてあげていいですか。そうだね、グワシみたいな感じ。うん、で、それで、下からこうやって、右手をまた、そうだね。そう、ギュッて握ってもいいですか。はい。反応が薄いけど。グワシ、今、グワシが。はい。あ、左手が赤よね。マネさん、赤って好きですか。赤いい好きですか。なるほど。ちょっとそのなんか金山さんの赤いとこ見てもらって、で金山さん。両方固まるじゃないか。両方固まってしまう。今どういうことかというと、もう残り時間ないんですけど、今あのですね、僕が右手で最初からわかんないけど、両方固まっちゃってるんですよね。なんていうかというと、右手を右手で触っちゃってるからなんですよね。はい、だから花見さんもこうやってやったらカチッと固まるし、こうやってやったらカチッと固まりますよね。じゃあここでもう一個感じちゃいましょうか。あ、そうですね。
見つかると時間が流れます。時間が流れた後、今度は左手の指を触ると、左手を触ると今度は楽しくて笑いたくて笑いたくてたまらなくなります。おかしくておかしくてたまらなくなります。笑いが込み上げてきます。見つかると時間が流れます。さあ、じゃあ、はい、おはようございます。両方触っちゃいかん。間違えた。そう。前もなんかじゃんけんやった時間違えたよね。グーだよって言ってんのにわざと負ける。はい、じゃあ、今度は、アナリさんが左手を二人とも落ちちゃう。そしたらね、なんで伝わんないかな。伝わんないかな。笑いが込み上げてきてる。なんで二人で笑えた。おかしいな。僕下手な先生なんだよね。多分ね。すいません。失礼しました。はい。はい、じゃあせっかくなんでもっと楽しくなりますよ。はい。もっと楽しくなります。そう。楽しくて楽しくて聞き方がなくなりますよ。結構笑ってますね。はい。どうぞ。ちょっと金目さんさ、真奈美さんのちょっとお腹触ってあげてよ。もっと楽しくして。どうぞ。そう。真奈美さんもちょっと金目さんのお腹触ってあげてよ。意外とお腹触ってるのも楽しいよねと思います。なりますよ。はい。で、じゃあ今度は A さんが指を大きく叩くと覚めますよ。3、2、1、はい。はい。はい。うん。僕の説明も。じゃないけど、残り2分ぐらいになりました。というわけで、この状況でストップもできるの全然できますよ。はい。どっちだっけ、右手左手右だっけ、右手か、うん、はい、見てください。いいですよね。じゃあ左手も上げてもらっていいですか。ピタッと見つかせると一気にどうしようかな。完全に意識が止まります。せーの、スタンとなります。はい。で、まるで一時停止かのように時間が止まります。はい。で、ですね、マネキンイメージしてみてください。表情あるようでないようで、造形のマネキンをイメージしてくださいっていう感じにすると、ほらすごいですよね。わかりますかね、この表情。はい、伝わると思うんですけども、そうですよね。状況をちゃんと説明してあげるとわかりますよね。ですよね。というわけで1時間あっという間でございましたね。というわけで、ちょっと放送が終わってしまいますけれども、200回、あと2年後、はい、2人は見学駅まで行きますか。行くときと行かないときがあるというのは、それは気分だと思います。僕は気分に合わせて誘導するので、行かなかったら別にそれはそれでいいという。行ったら、その方が行ったときにすごい行っちゃうので、はい、いいと思います。じゃあ、この状態だと辛いので、最後は、ゆっくり、タイム状態になっていただきながら、200回。無事になんとか放送できてよかったです。また300回目に向けて、また細かくこういうことができればいいんですけどね。というわけで、腕の力だけ抜けますよ。時間止まったままだらーんと抜けます。だらーんと抜けます。だらーんと抜けます。例えば首の力も抜けるんですよね。だらーんと抜けます。だらーんと抜けます。だらーんと抜けます。よいしょ。せーの、ストーンと抜けます。だらーんと抜けます。はい。というわけで、残り30秒ぐらいになりましたが、すみません、ありがとうございます。すっごいだなくなっちゃいましたけども。はい。私、最後いらないですよね。はい。というわけで、300回目もよろしくお願いします。というか、201回目もよろしくお願いします。こういう放送やってます。で、こういう作品も作ってます。もしご興味がある方は、LINE やら何やらでお問い合わせください。結構気持ちいいと思います。というわけで、またお会いしましょう。また来週。さようなら。はい。あと10秒ぐらいですね。はい。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい。ギリギリまでね、はい、こんな感じでございますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ピタッとね。はい、YouTube の方もありがとうございました。